ナビアとチオリ合いますか？相性は、いやどうだろう、ナビアとチオリは相性いいとは思うねんけど、そのナビアがね岩元素建造物作んないんだよね。作らないよね。元素スキルは超高火力、クッソ倍率の高いショットガンで、爆発が弾丸溜めつつ岩元素の砲撃でしょ。これ建造物ないんだよね。なんか千織のたもと人形2匹出せるなら出したいので、そう、千織は結晶化反応は死ぬほど起こしやすいと思う。連携攻撃がほんと優秀なんで、結晶化反応を拾うっていう意味では、まあ、アルベド枠だよね、千織、あのナビアのパーティーの相性いいけど、だからけ、建造物も欲しいねんな。だからパーティー的にはナビア、千織、勝利も欲しいかも。結局イワシ、あのカチコチシールドプラス全体性 20% ダウンで、だからナビア、チオリ、勝利まで確定で、あと1人どうしよっかって感じじゃないか、うん、あと1人誰がいいかな。まあ結晶化反応を起こすために炎、水、氷、雷が良くて、まあ連携攻撃もできてってなるとイェランとかかな、うん、まあ、チオリもナビアも通常攻撃使っていくだろうから、うん、強そう。めちゃくちゃ強そう。フリーナだとちょっと体力半分になっちゃうから、ヒーラーいないし、うん、チオリ、ナビア、勝利、イェランでどうでしょうか、うん、イェラン合わせやすいからいいね、うん、かな。いや、ゴローで完全に岩染めしちゃうと結晶化反応起きなくて、ナビアの弾丸がマジで爆発でしか貯められないから、ちょっと微妙いかも。イェランはほんまに、イェラン結局場に出てるキャラにダメオフめっちゃ入るし、ナビアとも相性いいよ、うん、とかかな。冥王牽制、冥王は牽制で天道万象。ライデンとかは、爆発のエネルギー次第かな。全然ライデンも合わせていいよ。そう、あとまあ一応ナビアは、まあ、岩以外の元素がいた時に攻撃力上がるんだっけ、ダメバフだっけ、なんかバフがかかるよね、攻撃力だったっけ、こういうテンプで相互連携ネットワークだ、まあ、炎、雷、氷、水が1人いると攻撃力 20%、 攻撃力 20% はクソ強いですからね。しめ縄とか剣闘士より大きいから、まあ、本当はナビア使うなら岩、岩、炎、雷、氷、水、炎、雷、氷、水にしたい。まあでも1人だけでもいいから、やっぱここはゴローとかよりイエランかな。ココミンはどうっすか。天理チョーク、いやーどうだろう、勝利先生のシールドがあればダメージゼロ、回復いらないんですよ別に。だココミンの仕事は、まあ、水元素つけて、まあ、海染めでもダメージ入ってってなるから、それならまあイエランの方が全然ダメージは出てる。ついてこい。だからまあ別にココミンも結晶化起こせるから悪くないけど、まあ、それならまあどうせ回復はいらないんだったらより火力が出て水元素を安定してつけれるイエランじゃないかなと思います。ヨイミヤとライデンどっち引いた方がいいの。え、それはもう、ライデン将軍です。ライデン将軍は原神の引いといた方がいいキャラクター、トップ5に入るか入らないかかなぐらいのキャラ、純人権ぐらいっす。フリーナとライデン将軍どっち引いた方がいいかって聞かれたら悩むぐらい、うん、みんなどっちだい。ちょ、フリーナとライデンが、今原神で純人権ぐらいの強さのキャラってフリーナとかライデンぐらいだと思うねんけど、まあ、なんかマジでそんぐらい。ライデン将軍の強さおすすめ度どんくらいって聞かれたらフリーナぐらいって答えるな、うん、な感じですわ。でヨイミヤは、まあまあ、たくさんいる炎アタッカーのうちの一人ではあるから、まあ、なんかヨイミヤ好きなら引いていいと思う。なんか炎アタッカー増えすぎるとね、役割がね被るから、役割っていうのもなんか変な考え方ではありますけど、あ、でも役割結構大事なんだよね。例えばなんか炎アタッカーってさ、そのなんかこんな感じじゃん。炎アタッカープラス水元素キャラプラス、まあ、ここ風、まあ、ベネットとか風元素キャラでパーティー組むよね。で、そしてパーティーにさ、炎アタッカーって正直1人ぐらいしか入らないんよね。まあだから、で、炎アタッカーって今、ディルック、クレイ、エンヒ、ブータオ、ヨイミヤ、リネ、めちゃくちゃ炎元素アタッカーおって、かぶるんよな、何かしら。で、今後も多分炎元素のアタッカー増えてくると思うし、
まあ、ナタとか炎の国だからさ、もう絶対炎のアタッカー 120% 来ると思うね。ナタで やっぱりやつが多分来ると思う。次の炎の国で絶対炎のアタッカー一人はいるやろうしさ、うん、ワンチャン召使いも炎のアタッカー説だってありえると思うし、実装されるならね。そうなると結局ヨイミヤの出番っていろいろ被ってきちゃうんよな。パーティーにアタッカーが3人も4人も入らないからね、原神は。そうだから、まあ、ヨイミヤが好きな人は全然引いていいんですけど、まあ、優先度自体は下がります、そうだからなんか、まあ、ヨイミヤ持ってるし別にこの炎のアタッカーは引かなくていいかなみたいなね、で なってくる。クレイいるし別にヨイミヤはいいかなみたいな、そういう話になってきます。だからおすすめ、だから原神はキャラゲーだから、まあ、強さとか気にせず引いちゃっていいんですけど、いろいろ被るからね、そこは注意って話です。いやーだからナタでねめちゃくちゃ強い炎のキャラは、まあ、神様か、まあ、アタッカーかは知らんけど、まあ、来ると思うからちょっと楽しみだね。ナタはマジで。ヨイミヤ復刻多くない？いやなんかヨイミヤはすごいここ1年半ぐらいでめちゃくちゃピックアップきてますまあちょっと気になってるね、フリーナとな。でまあそうで、ライデンはその味方の幻想爆発全部強くして、でライデンってね、例えるならブリーチでいうユーハバッハみたいな感じの能力なんよ。幻想スキル使って味方の爆発を強くする、で味方のに爆発使わせて、爆発使わせると背中の輪っかのエネルギーが溜まって、背中の輪っかがあればあるほどライデンの爆発強くなります。でライデンが爆発使うとチーム全員の爆発のエネルギーが溜まって、チーム全員がさらに爆発撃てるみたいな。ライデンを軸に爆発強化、味方に爆発使わせて自分の爆発も回る、ライデンの爆発が使って味方の爆発が回るみたいな、そういう感じのキャラなんで、まあサポーターでもあるしアタッカーっぽくもあるんだけど、まあ大事なキャラでも強いんよね。要は優先度高いんだよね。純人権ぐらいあります今も、いやマジユーハバブリーチ見てる人ならわかると思うけど、力を与えて力を受け取るんよ、ユーハバッハなんよ。ブリーチのラスボスです、ちなみに、稲光、そう、すなわち永遠なんですね。41万ダメージ出たわ、やば。あら背中の輪っかが溜まってる時にダメージやばいんだな。オッケー、そう、あのブリーチのユーハバッハの能力ね、ジ・オールマイティの効果でね、はい、なんかちょっと分かんなくなってきたまあまあそういうキャラなんです。情動を開放よいしょー、この裁きを受けてこい、武器を捨てろ。ナイス。あ、だからまあライデンは持ってない人は引いた方がいいと思います。ただまあ原石の量には注意で、いつだ、いや持ってない、ライデン好き、ちょっとでも好きで、まあ、持ってないよって人は全然ガチャ引いていい。ただ1月19 8日後、次の金曜、明日金曜日だから、まあ次の金曜日かな、来週の金曜日にバージョン 4.4 の予告番組があって、でそこでまあ新キャラクターの、まあ、新キャラがどんぐらい強いかは正直わからんから、まああんまどうでもいいんだけど、まあその新キャラ、まあどんな効果かは、まあ、見てみないとわからんからね、まあ、新キャラのカウンとゲーミングが来るんですけど、まあ、この2人はまあ一旦性能を見てみないことにはわからんから置いといて、多分ナヒーダ復刻するんよね、ナヒーダ。でナヒーダは、まあ、今の原神だともうトップ1かトップ2ぐらいに強いキャラなんで、ナヒ様、送信ナヒ様、ライデンかナヒってどっちかって聞かれたら悩むけど、まあ、ナヒかな、さすがに、まあ、ナヒが来るので、まあ、正直神様は全員引いちゃった方がいいんですけど、まあ、ナヒ優先してもいいよって感じがします。いや私はね、ナヒーダ、ダイナリ、ライデンだと思うな。そう、ライデン将軍マジでクッソ強いんだけど、雷元素キャラみんな強くてな、北斗もそうだし、星4でみんな持ってるとしたら北斗とかフィッシュルも星4なのにかなり優秀だし、であと、まあ、星5でサブアタッカーだと八重美子めっちゃくちゃ強いですよね、
でヒーラーの忍も強いし、ドリーもね忍の影に埋もれてるけど普通に優秀です。雷元素キャラクター実は結構ライデン以外の層も厚くてね、まあそうね、まあやっぱナヒは持っといた方がいいのかなって感じはする、うん、ナヒーダそんな強いんだ。ナヒーダの優先順位はね、原神のやり込み度に変わるにもよる。初心者にと初心者まで含めて一番おすすめの星5キャラは勝利なんだけど、なんか原神やり込み出して生物厳選ガチれるようになったら一番強いキャラはナヒーダだよ。螺旋使用率ずっと1位だったからね。草元素が優遇されてたってのもあるけど、螺旋使用率ナヒーダずっと1位だったから、まあナヒーダかな、うん、ナヒーダマジ最強だよ。チーム敵秘境にいる敵全員に草元素ダメージがバーンって入って3万とか2万ダメージ全員に入るからね、草元素つけつつ。で草元素が全員につくから、特に開花とか超開花との相性もすごくて、ナヒ様はやっぱナヒ様よ。ライデンかナヒーダだったら、まあナヒーダかなとは思う。まあ、草元素も星4優秀ですけどね。その、ヨーヨとか、キララとか、コレイとか優秀だけどね。原神弱いキャラいないんよな。究極生命体白術を作ってるんですが、サポーター、ヒーラー、サブアタッカー白術を作るとなると、持ち武器、無凸、新機構武器、貫突はどっちの方がいいでしょうか。はいはいはい。新機構武器。新しい機構武器って砲機そんな強かったっけ。なんかナヒーダに合いそうな性能、熟知が上がる効果でしたよね。待機時間が5秒超えてたら HP が上がる。あ、で回心率も上がるのか。アタッカー型白術に使おうってことね。いやー、私白術アタッカー型で組んでみたんですよ。うん、アタッカー白術で組んでみた。二突したら蛇が自動でシュル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 出て、これ白術の二突マジでえぐいです。これ快適路線ね。螺旋のタイムが速くなるってのもちょっと速くなるけど、マジで死なない。二突は自動回復。なんかキャラクターの攻撃に合わせてヘビが自動で攻撃してくれて、回復もしてくれるし、ダメージも入るし、激化も起きるし、草元素もつくしっていう二突やばいし、貫突がね、ダメージがアップする。ちょっとアタッカー路線寄りの効果で、私貫突白術でアタッカー型試してみたんですよ。あんま強くなかった。うん、2万ぐらいは出たけど、貫突白術で、アタッカー型にして2万ダメージとかならせいぜい、それならもう海染め使ってた方がまだマシでした。うん、マシってか、まあかなんかアタこんなもアタッカー白術で使ってみてこんなもんかって感じだったんだよね。ねえ、まあ君が何突してるかはわからないけど、まあ海染めの方がいい。まあそれも分かった上で聞いてるんやな。オッケー。モチーフ武器無突、爆発の回転が良くなって HP 上がる効果ですね、これは。で、ああ、で、スキルのダメージバフもあるんか。この効果もうほぼ忘れてるわ。この武器弱いもんね。気候武器が、回心率が上がって。白術って突破ステータス HP でしたっけ？回心率が上がるのはマジででかい。白術、回心、アタッカー型で使うなら足りてないんでね。で、熟知上がるのか。こっちの方が強いんだろうな。白術爆発回すの大事だからな。生物強くて回心ちゃんと漏れてるなら持ち武器の方が良さそうですけどね。やっぱり。でも、会心上がるとステータスだいぶ綺麗になるので。まあ、どっちでもいいけどな。でもこの話自体がちょっと不毛な気がするぜ。うん。結局、本気で白術アタッカー型で使っても、そこまで、一回やってみる？見てみたいですか？やりますか？オーケー、やってやろうじゃねえか、アタッカー白術。通常レベル上げよう。テンポ上げよう。まあ、いいけどね。1レベルから、はい、2レベル。白術の通常テンポレベルなんて上げなくていいけどな。分かったよ、あげてやろう。いやめっちゃもったいないことしてる。やっぱやめる、読んで。うん、あげ、君らにそそのかされるとか言った。攻撃力1500でな、倍率 46% でペチペチしてもスズメの涙だから。うん、ほぼ何もやってないのと一緒なのよね。だって、ナヒーダが森林4セットかどうかだけ。チェック。あ、ダメだね。これはまずい。とりあえずナヒーダ森林4だけ発動させてもらって、じゃあ一回ナヒーダ抜きで、じゃあ雷元素だけつけて撃破いきますよ。アタッカー型白術いけ。2万1万3千1万7千2万3千。あれ強くね。でもこれ貫突のおかげで強いな。しかも使い切っちゃった。今何が起こったか話していいですか。
貫突白術は何秒おきだっけ、二突したら白術は蛇が飛んでいきます。説明が下手だな、ちょっと二突効果よく読んでくれ。白術がチームの味方が攻撃するとちょっと弱めの元素スキルの蛇が自動で出てきて、火力はスキルより高め、回復力はヘビより低めのヘビが自動で攻撃してくれます。これ強いんですよ、ティナリでペチペチしててもほらヘビが勝手に飛んでって9900ダメージ出してくる。これ2突効果ね。でしかも帰ってきた時ちゃんと回復してくれるんで、あれちょ2突効果のクールタイム5秒だよな。あそうそう、これが2突効果ですね。ね、貫突するとヘビが当たった時とか2突効果のスキルのヘビでもそうだし、2突効果で自動で飛んでったヘビが当たった時になんと爆発自動でシールドを貼ります。なので、で白術のシールドは新しくシールドを手に入れるたびに爆発が自動で攻撃してくれるんですよ。だから今何が起こったかって言ったら、爆発使ってヘビでスキル投げまくって二突効果も発動して爆発のシールドを何回もチュ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 ってシールド貼り直したから、爆発の弾がディ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 って飛んで一気にバースト火力、瞬間火力がめっちゃ出たね。息切れしちゃったね。一回ちょっともう一回見てみるか。うん。これだからちょ勘違いしないでほしい。これちょっと白術二突してて貫突してるから瞬間火力がすごかったってだけで、無突だったらこうはいかないと思うよ。かな？擬音下手くそか。でエネルギー貯めるわ。ここちょっとエネルギー貯めやすいんだよ。え、じゃあナヒーダとか使って防御力下げて熟知上げたら瞬間火力やばそうだな。ドゥ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 って。やってみよう。まあでもメインアタッカーは貼れないかな。そう、貫突しててもね、スキルのクールタイム10秒あるから、スキルな2回投げ切っちゃったらやっぱりやることなくなるし、うん、2突のクールタイムも一応5秒に1回なので、そう考えると草元素の付着は本当に瞬間的なものになるね。まあでもすごい火力が出てたな。一回ちょっと本気でやってみましょう、アタッカー型白術。でも星座進んでるからだからね、こんだけ強いのは。じゃあマークつけて領域展開してで終焉弓4セット発動、激化も起動します。3、4、再発動、婦人艦雷、はい、スキルピョン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 。ちょっとナヒーダの火力も混じってるけど、まあ殴れるお医者さんとしては強いのかな。まあ、無突でもし白術持ってるなら、まあ、試してみてほしいんやけど、まあ、おすすめはしないかな。こういう使い方するよりは、やっぱり、シンプルに、海染め4セットで、まあ、草原、やっぱり白術は、草原素の下地を敷いて、で、ちゃんと、もう回復力凄まじいので、白術は。ちゃんと回復して、っていう立ち回りで、十分かなと思いますね、私は。セノ使うなら白術必須。まあ、セノ使うなら白術使って、と合わせたら激化はほぼほぼ途切れないし、めっちゃ楽、めっちゃ楽だけど必須ではないかな。うん、別に背のなひでも全然いいしね。背の白術はすごい使い勝手いいからおすすめではありますが、いや白術めちゃくちゃ強いよ。ナヒーダがとんでもなく強いから影に埋もれてるけど、白術ほんまにどうなんだろう。まあトップ5がさ、勝利数ハヤランナヒーライデンとかの5人じゃん。で、その次にまあニーローとか来てて、その次私白術だと思うからな。白術もえぐ強いので、うん。まあ、ヨーヨーの強い版と考えればね、その凄さは分かっていただけると思うので。えぐいです。その、移動しながら使っていける回復なので、なバーバラとかクキシノブとかと一緒で移動しながら使えるから、ヘビ出して、あーっつって逃げても、ヘビが来てくれて、チーム全員の体力1万回復するんで、これだけでね。そう、チーム全員1万回復するので、海染めとも相性いいっす。ようやくは口に逃がし。これで海染め発動。はい、こいつだいぶダメージ入るよ。そう、チーム全員1万ぐらい回復するんで、4万回復扱いでね。海染めの最大値になるんじゃないかな。3万ダメージまで記録だよね、回復力。最大の海染めダメージが入ります。スキル一発で。薬も毒になり得ます。これを控えからやれるのでね、まあ、メインのティナリを出しながら海染めで火力出していけるんで、そらまあ海染めも白術もクソ強いよねっていう話で、探索マジ便利なんだよな。
そう、ナヒーラがすごいから影埋もれがちだけど白術も大概よ、うん、ちゃんと白術もナヒーラも両方持ってる人はね白術の強さ分かってるんですけどね、うん、白術あんま引かれてないんだよな、あんま白術持ってる人少ないですよね、うん、まあまあ男キャラだし気持ちは分からないでもないがね、でも持ってないキャラクターを下げるのは厳禁だ。海染め正直使うまで舐めてた。海染めはほんまに、海染めがあるかないかでなんか白術の評価とかココミンの評価とか私は結構違うと思うな、まるで違う。ほんまに海染めは強い。回復力特化型キャラをのじなんか大きく評価を上げてくれた。なんかナナちゃんバーバラちょっと回復力過剰気味だったけど、それを火力に転換できるからね、海染めはほんまに2人分ぐらいは持ってていいしおすすめですよ。ようやくは口に逃がす。そう、ここみんな先端機でやってる人も海染め使ってたよね、うん、そんぐらい強い。ほらそうそう、海染めなめんなよマジ。白術は海染め発動しやすいんでね、最大で毎回入るから。海染めマジでいいですよ。あとナナちゃん海染めもなめちゃダメですよ。あ、ナヒーダお願いします。はい、シキさん、フタオはいはいはい。でもナヒーダだね、見てほしいキャラ。にゃおにゃお。え、ナヒーダです。熟知784、高いな。武器なんだろう、まあ、ナヒーダの持ち武器の千夜か、それか、サイレっぽいな。あ、ルロー、え、ルロー、ルロー学章で熟知784ってなんかトリックがあるぞ。なんだろう。か、あ、冠も熟知、固形熟知、杯も熟知、冠も熟知かな。多分そうかな。なんかそんな気がする。森林4、まあ、トリックってか正解だけどね、それが そうできるならそれが理想なんよな。 32.6 熟知47、素晴らしい。法術、もう一つが武芸だ。羽は伸びしろやな。あれもありか。正道ではない。回心率 3.5 率3回でしょ。で熟知も、まあ、2回伸びた感じかな。これは無駄になってるもんはないな、全然ありだな。まあ、もっと会心偏ってたらもっと安定するけどね、全然いい。熟知時計強っ。え、あ、有罪です。え、熟知時計で会心にここまで偏ることある。 47.4。 え、なんだ、攻撃力入れたら 52.1。 そうだろ、やば、落ち着かせるのにいい。やば、精神をやば。飲めばより効果的だ。ナヒーダでこれ出してるのやばいし、あとこの生物強すぎて、なんならフータオの熟知時計でこの時計つけちゃうこともワンチャンあるレベルだな。キマジョ4セットで、キマジョ4だったり、チメナワ4だったり、キマジョ洗顔とかで自由枠、この時計みたいな、全然あり。そういうレベルで強い。やば。いや、熟知杯やな。35.0。あ、このナヒーダやばい。熟知冠。あ、41.2? は?花羽よりも時計杯冠の方が強いじゃん。地味猛霊をほふり。ああ、私の目標が、私もこういうナヒーダを作りたいんだよ。そうだろ。まずい、この後の行動を忘れてしまった。すげえ。ねナヒーダは確か熟知200超えてる分だっけ、300超えてる分だっけ。そうだね、200超えてる分の 0.03% 回心率上がって784だろ。784だから584超えてるから回心率 17% ありますね。回心率77、回心ダメ174。そんだけ回心あって、そう、こんだけ回心あるならさ、普通さ冠回心だと思うじゃん。熟知冠なんですよ。やっば。え、今まで見てきたナヒーダの中で一番強い生物、冗談抜きで。バケモンすごい。これでいやあ、ちょ、生物交換しひん。私がこの生物で貫突ナヒーダ使ってやるからさ、ダメか。うん。すごいな。え、どうなんだろう。上には上がいるかもやけど、世界でもトップランカーなんじゃない生物の。いやすごいね。いや、ルローもね、いいしね。ナヒーダ、熟知伸びたりしたら化けるから。え、やばいです。すごいです。恐れ入りました恐れ入りました。オークション出したら50万でいきそう。いや、50万オークションってか、原神は売買ダメだけど、 もし仮に
なんか生物が売りに出せるみたいなオークションシステムがあったら、もっと値がつくんじゃない？時計杯冠化け物だったよ、うん、欲しがる人がいれば値段って釣り上がるから、風に乗って飛ぶぞ。もうお金持ちの人もっと値段出すかもしれんな。すごいな。育成中の缶お願いします。ベッレ時計難民缶ね。攻撃力高いしな。多分まだ熟知63だから楽団4じゃないね。氷剣闘士かな。アモス、ほいほいほい、まあ、アモスあるならセブスは庶民なんでもいいです。氷剣闘士と見た。一つが宝術、恐怖4いいでしょう。もう一つが武芸だ。スコア37.5 全然いい。 37.3 強い、全然いい。時計、攻撃時計、時計か、あー 17.2 か。まあ確かに時計は個人的には25ぐらい欲しいなと思ってるから。時計難民ね。まあわかります、わかります。まあでもまあ更新は早そうやけどな。強風開けてたら高月氷バフです。強風強いじゃん。 36.6 氷バフは 36.6 熟知ついてればまあ問題ないな。強いです。冷たいものは気を落ち着かせるのにいい。ん、精神を水につけて。どっちかっていうと冠難民じゃない。効果的だ。どうなんだろう。まあでも強風読んだからね、会心も結構余裕あるしな。強風読んで関羽だしアモスあるし、まあ、攻撃もダメバフも会心も熟知も現茶もあるならあって嬉しい。まあ、強風だから熟知いらないか。冠は更新できそうだけどな。で、おなし強風読んじゃん。で、防御力まずいらない、 HP いらない、で熟知も妖怪反応起こさない強風4セットだからいらない、攻撃力しか役に立てないから、これは伸びしろやね。すぐ更新できそう。強いねこれは。うんうん。カンは銃撃の回収率20上がります。57、恐怖477、氷表面 92.7、 はい高い。攻撃力2300、回収率92205から繰り出される銃撃でしょ。弱いわけないよな。いいっすね。無凸テンプレベルが177か。はい、アモスがあったら結構生物は自由に組んでもらっていいので、なんかこの時計じゃなくてもっといい攻撃時計があったりしたら、全員強風4に縛られる必要ないからね。氷剣闘士でもいいから、アモスがあれば。締め縄の時計、攻撃時計とかいいのあったらこれでもいいしね、うん、冠も氷剣闘士全然いいから、アモスは、アモスあれば、まあ、自由に組んでください。うん、いいと思います。グッドかな。冠来ないものはマジで来ないからないや私も今絶縁の冠弱すぎるからちょっと何とかしようと思い立って今絶縁またこもり直してるしな。マジで冠ほんまにどうにもならんわ。育成中の八重美子かティナリでお願いします。ゆうなぎさん、七星召喚難しい。お、私結構七星召喚やってますよ。教えましょうか。うん、動画にするほどじゃないよなまあいいか。八重美子かティナリ、内外に生を澄み渡らせ。まあレベル85のティナリかな。テンプレベルで決めるか。748186ティナリかな。武器弾球、お、いいじゃん。ティナリ弾球はいますよ。今の今イベントで配布来てるモチーフ武器より多分弾球の方が強いっすね、うん、ティナリもアルハイゼンと一緒です。会心が足りない、ダメバフはいっぱいある、攻撃力は激化でなんとかなる、会心が足りないんで、そう、変な星4武器とかより全然弾球の方が強いので、弾球いい判断だと思います。楽団4素晴らしい、まあ、楽団4でもいいし、まあ、会心欲しいから、会心が伸びる生物なら別に金メッキ4でも楽団金メッキでも全然いいよ。おい 25.7 熟知56、ほいほいほい、骨 31.9 現状悪くないな。熟知時計いいです。 20.2高月草バフだな。草バフきなりって攻撃スコアに入れていいのか、あんま影響ないか。だからまあじゃあ入れないことにして、でもそれでも 31.8 あるな。いいね、 31.8 あって熟知ついてて、これ強いわ。私もこれがあったらきなりに多分今つけてる杯を押しのけてつけるわ。あー、楽団4セットでこの草バフはマジでティナリ使えって言われてるようなもんだな。これいいね。これね、偏差値62ぐらいあるわ。うん、マジそんぐらい強い。冠よし、冠がもうちょい伸びてほしいな。うん、会心ももうちょい伸びてもいいし、熟知がサブでついててもいいな。あ、冠やね、伸びしろは。これ強いよ。攻撃力は、まあ、正味弾球な時点で正直捨ててて、でも激化でダメージ出るから問題ないです。あ、率ダメ高いもんな。
70267配信高い、熟知もちゃんとある、で、まあ、学団用でダメ箱も入るしね。あ、これ問題文句なしです。あ、一突してれば銃撃の回心率15上がるので、87167綺麗だね。あ、これも強いわ。あ、いいね。で、まあ、ナヒーダと一緒に組ませて熟知上げながら森林読んで草耐性下げてね。あ、もう螺旋でも全然余裕で通用します。ヤエミコもチラッと見てあげようかな。神楽持ってる、二突してる、あー無突か、全然いい。金メッキ4 文句ないよ超強いよいいと思います。素晴らしいな。いやー、みんなちゃんとしてるな。なんかおもれえわ。お、ベンレ氷締め縄にしたのでちょっと覗いてほしいです。どれどれ、多分強くなると思うで。時計が、時計はやっぱ相変わらず難民なんだ。羽か 45.7、 うん、現地上がるのもいい。冠は、精神を水に、あ、冠を自由枠にしたのか。はいはいはい、 26.4、 攻撃力が上がってるかな。2300から2500ぐらいになってるから、2300後半から2500になって攻撃力上がってる。うーん、 50% か。銃撃の回心率 20% 上がるから 70.9%。 恐怖氷共鳴で85、まあ85あればいいか。もうちょい回心はあってもいいっすね、うん、いや個人的には良くなったと思うけど、どうなんだろう。こっちの方が多分火力出ると思うけどな。恐怖4の機械ちょっと回心率の違いはあるかもやけど、うん、まあ多分さっきのビルドと多分期待値的に多分 2% も 3% も多分変わんないと思うんですけど、こっちの方が多分さっきのビルドに比べたら 2-3% 強くなると思う。わかんねえけど、良くなったと思うわ、うん、あ、でも時計難民だとは思うから、時計でもっといいのが来るといいね、うん、はい。じゃあ四季さん、ゆうなぎさん、ベッレさん、ありがとうございました。またぜひね遊びにいらして、おくんなまし、うん、レールの公演数では先日クレイ見ていただいたものです。更新もないので、翔様、はい、攻撃力2300、和白炎、生物新車かな。あ、新車王将64と和白炎がね、ほんまに相性いいっす。攻撃力が 66% 上がるんですけど、基礎攻撃力が高い武器で攻撃力上げるのが価値が高いんで、翔様基礎攻撃力1位で349かな、レベル90 でそんな翔様に基礎攻撃力高水準の和白炎持たせて1023までいく、基礎攻撃力1000あるんで、でそれで攻撃力 66% 稼ぐ新車が強いんだよな。 37.9 41.2 攻撃時計は、あ、時計は伸びしろだな、 7.8 か。ちょっと HP にめっちゃ吸われたね風は風 28.8 34.6 攻撃高いな、いいと思うな。率ダメ悪くないです、率ダメ8355。ん、手に景色を堪能し、揺らぐことなし。神々の戯れおもろすぎる。いや、率ダメ悪くないです。攻撃力も高いし、うん、いいと思います。一つしてんやね。889。まあ、ラック攻撃主体になると思うから、まあ、通常攻撃のテンポは9とか10まで上げてもいいかもね。まあ、翔様の落下攻撃は通常が担っ司ってるからね。和白炎持ってて、一突してて、新車4組めてて、まあ文句ないな。時計が伸びしろかな。もうちょい会心は伸ばそうと思えば伸ばせると思うから、そこって感じですね。悪くない。ナヒーダでお願いします。はい。持ち武器、先に星座見ますか。あー、まあ、ナヒーダ二突するよな。マジで強いもんな、二突。元素反応に会心が入ったり、激化するだけで。ずっと防御力 30% 下がったりとかね、うん、森林4強くね、まあ、攻撃入れなくても 41.2 ある、45へ、これも攻撃入れなくても 41.2、 45へ、で熟知時計 18.7、まあ、攻撃入れてもいいけどね、まあ悪くないな。熟知杯 21.8 現茶、あ、で冠ありつね、いいと思います。熟知58ダメ26点、強くない？ちゃんと会心稼ぎに行ってるしな。で、熟知800あって、草共鳴とか発動させて、まあ、900とか全然上げていけるし、爆発でもっと上がるね。あー、ちょっと率低いか。48。ナヒーダは確か熟知200超えた分のうちの 0.3% 会心率上がるから、0.03% 上がるから、熟知1000あれば 24% 会心率上がります。
回心率 18% 上がるね。だから率 66.9 ダメ173、低くはないな、66あるなら。うん、いいと思いますよ。このナヒーダは強いな。モチブキ持ってて二突してて、まあ、率60、まあダメちょっと高いんだけど、でも回心高い、押したことない、強いな。テンプレベルトリプルクラウン素晴らしい、伸びしろある。いやでもこっから先はきついな、熟知杯なんて狙って出せないしね。私なら十分ここら辺でナヒーダ止めてると思うわ。素晴らしい、冠がなかなかいいね、熟知と回心ダメで強いわ。LJK 放浪者と神格の花お願いします。はい、君の放浪者強くねっつってコメント欄が湧いてたんだよ。攻撃力高いな、トゥラトゥラ2500。どうなんだ、砂上読んで攻撃力2500は無理だろ。次の動き締め剣とか砂上読ん、攻撃冠とかだったりする、高いんだよな。 48.9 高っ、 39.6 いや十分、40弱攻撃時計 41.1 45へ風バフ杯、はいはいはい 29.2 あ、冠攻撃か、あそうだよねそうだよね、おーあい、やーべえな。冠攻撃は私は結構ありだと思ってます。放浪者は何もしなくても突破ステータス回心率あって、まあ他キャラより回心率が伸びてます。武器もトライトゥーラで回心伸びてるし、固有テンプでね襲撃特化で氷幻想を拡散したら回心率 20% 上がるので、結構回心余裕あるんですよ。まあ氷拡散とかもろもろ込みでね。それでこんだけね 50.5 の攻撃冠なんてもんがあったら、そらこれつけるわえぐいな。セザはあ一突なのね、カントザしてなくてもこれであの火力か、強いな。トリプルクラウン率70高くね、冠回心じゃないからね、回心冠じゃないけど攻撃冠だけど、あの氷拡散したらその率 20% 上がって90いくし、これは強いわ。攻撃力2500あるから、わざわざベネット使わなくても高い攻撃力で敵倒していけるんで、探索でめちゃくちゃ役に立ちそう。ちょっと冠がバカ強い、まあ、私もね放浪者攻撃冠で実は使ってたりしてた、主風原点放浪者でね攻撃冠使ってたりしてたんで、うん、結構放浪者、まあ、翔様もそうだったりするんだけど、まあ、攻撃冠もね結構使う場合があるので皆さん覚えておきましょう。で神格の花やな、どれどれ、これか 51.3現茶付き。おめ結構砂上こもりまくったんやな。これも悪くない、これも 48.9 あるしね、すげえ。バージョン 3.3 か、放浪者は 3.3 からずっと砂上こもってるな。これはさすがです、強いわ。放浪者1突でもなんか参加型で見たあれぐらいの火力出てるんで、全然なんか貫突で化け物なんは間違いないんだけど、2突でも強いからね、使っていけるしね、うん、ベネットとパルザン使ったら螺旋12層も突破できるので、ぜひ放浪者は火力低いんだとは思わないでほしい。まあもっと高い奴らもいるけどね、当然。アヤトでお願いします。はい、武器ケツ緑アヤトじゃん、いいね。まあアヤトはねもうケツ緑持たせて生物検討士呼んでいいから、結構ね装備揃ってる人とか結構コスパ良くて使いやすかったんな、いいね。アヤト強いんだよな、 45.0 54.5 なんと攻撃時計 40.5 高くね全体的に。水バフ 44.3 え強くね、いや脳が計算結果を拒んでる。 33.2 HP 付き、やば。 HP25000 あるので万眼の効果で攻撃力2268あります。でさらに HP 多いんで波線効果でさらにスキル火力出ます。やば、え一番高くね今まで。いやでもどうだろう、でもいろんなやつ見てきたけど、でもまあ、万眼結録ってのもあるけどさ、99.7 ってほぼ100やん。100240やん。これやばいな。で、水バフもね、46.6 プラス、剣闘士で 35%。で、元素爆発使えば通常攻撃バフ入るから 20%。100% いってるしね。これは強いわ。でね、私ね、アヤト復刻来たらね、星座進めようと思ってます。アヤト強いんよ。分かってたけど。特に二突のね波線効果が5層になって、波線効果って4層までなんだけど、 HP あればあるほどダメージアップする効果が40で入るんだけど、バンガン使ってるとね HP 多くなるしさ、で二突したら50になるし、さらに HP 上限も増えるので、バンガンアヤトと二突が噛み合いまくってるから、二突はする勢い余って貫突しそうやけど、ちょっとアヤトはちょっと気に入ってる。トリプルクラウン、ペペロンチーノ何ダメージぐらい出てた、1万5000ぐらい出てそうだな。私がニーロを使っててね。
ここが天国か。うん、死ぬときはこういう死に方がいいな。まずはこうして、うん、次の動きは何の話しようってたっけ。ニーローが二突しててね、水耐性下がってたから、うん、1万5000くらい出てたんじゃない。かなり安定して1万は余裕で出てそうだな。あやとさすがだ、強い。